FM. Your radio station. 平里子のハッピーサトデーナイト。 水曜中華のビラ皆様こんばんは南市議会議員の平智子です本日5月14日の夜7時これからの56分間どうぞお付き合いよろしくお願いいたします、えー、明日は5月15日沖縄が日本に返還されて、まあ、50年 本土復帰50年のま歴史的な一日を迎えます皆様とともに今夜もまた沖縄のこれからの未来の50年を一緒にハッピーに作っていくための時間をゲストさんと一緒に進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは今夜も当番組の制作秘書のケイシさん こん,ばんはこんばんは。よろしくお願いいたします。いいます我々、今日緊張してますよね。いや、あのね。いや、あのね。佐藤子さん、そうでもないでしょ <laughs> いや、いや、私ね、あの。うん、いつもケイシーさんが、はい、あのゲストさん含めて。このお茶をね、はいえー。差し入れしてくださるんですけど。私も。うこうやって飲み切る。っていうの、初めてです <laughs>。はい。あ、自分で、このぐらい緊張してるんだなって。 思ってます多分それはね佐藤香さんそれはねあの別件であのお芝居の稽古があったからですよ <laughs> ミュージカルのねいやいやそれも頭がいっぱいなんですけど <laughs> もう大きいことが今もうありすぎて<の>もう今日もね、うん、もういやこの方がゲストにいらしていただけるっていうのはねいやそうですね <laughs> <laughs> 私以上にも緊張して今日はねあの。 そうですね、ドキドキワクワク、はい、あのいろんな、ねはい、お話を沖縄のまさに、はいまあ、テレビの、ね、世界を作ってまさにハッピーを届ける裏方で活躍されてい,る、はい、かいらっしゃる方ですからあ皆様にぜひ、えー、一緒に。 ハッピーに、まあ幸せな時間も含めてですね、お笑いというテーマですけれども深めていきたいなって思っております。はい、えー、その大事な大事なゲストさんを呼る、はい、あの役割もさとこさんでございますよ。はい、はい。あのーはい、この番組はですね、はい、ゲストさんに。 自己紹介形式であの紹介していただって、うん、いていいているんですね。もうほら無下も回らないね。<laughs> はい、うんよろしくお願いいたします。はい、えー、皆さんこんばんは、えー、放送作家をやっております<ら>キャンヒロイキと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いますはい、ちょっとなんかあの二人ともちょっとこうハードルを上げるのを本当に。

ところで朝9時から夕方4時まで営業してる松山松ツバの裏の方ですね。あ、そうなんですか。はい台湾行きます。台湾が好きすぎて。はい。あの台湾そうですよね。あのお粥が有名ですよね。台湾あのまあコロナ前は年に七八回ぐらい行ってて、はい。でそれで台湾の魅力何かなと思ったら朝朝ごんをみんなこう。 旅で来るんですよバイクでバーって行ってあのいわゆるこの朝ごはん屋さんで,ですね外食多いですよねもうそ,そ,そういうのがね文化ですからね。はいで あの僕見た時に元気があるなっていうのとなんか昔の沖縄僕が小さい頃に見てきた沖縄のこの元気となんかすごいリンクする感じがあってあそうなんですねだから朝やっぱりこう朝から元気になってほしいと思ってそれで、まあ、特に、ね、沖縄って朝ごはん食べる場所があまりにも少ないからそうですよね確かにそうそうだから観光客の方があの例えば SNS とかで「 あの朝ごはんどっか探そうと思ったけどなくてマックで食べてますとか結構見ててだから朝からなんかこうね美味しいの食べてなんか元気な沖縄をこう楽しんでほしいなっていうのがあっておかゆやさんをやったりとか放送作家の傍らなんですけどおかゆやさん日々晴天日々晴天っていうお店あ、はい、ったりとか、はい、マックスバリューの裏じゃああの辺に行けば分かう並びのところなのでとか ややっったりとかいろんなのやってますすねね本当です、ね、あの<う>名刺をね今日いただきましたけれども皆様あのテレビ局のね、えー、お笑い番組も含めた、はい、あこのね沖縄のテレビの、えーまあ、芸能界も含めた、はい、あまさにこの裏方で、えー、放送作家として活躍している今日はケハ、うん、ンユキさんでございますけれども脚本家でもあり演出家でもあり、うんまあ、いろんな企画プランニングもされていらっしゃるっていうことですけれども。はい あのいろいろされてる中で、うん、あの私今日。 経歴を見させてていいただ琉球大学の理学部の数学科のご出身でもあるということで,、はいはい、で理系なんですね完完全に完全にに、ね、いやだからすごいなと思ってこういうあのお笑いの番組とかも文系の方なのかなと思ってうん、うん、理系というところがうん、うん、逆にこの放送作家であったり脚本を作るというところの、うんまあ、思考 また違う観点から多角的に作られるっていう意味では、うん、あすごいなって。 そうですだから台本って結構みんなねもちろんこう言葉で書くのでうん、うん、みんな,なんか国語力なのかなと思われがちなんですけど意外と構成だったりこうねうん、うん、作りっていうのは意外とこう建築じゃないですけどもそういう設計図みたいなのが意外と大事だったりするんですね。で設計図を作った際にどういうふうにストーリーを進めていくとかいわゆるこうまあ証明問題ではないですけど数学的に言うとなんかそういうこと。 と,と意外と近い感じがしますね論理学ってあるじゃないですか、はいはい、数学でも、ええええ、論理学だと うん、いうのが結構あるんですよだからお笑いのネタとかもなんか面白いけどなんか入ってこないとかっていうのはやっぱりそこの説明ができてなかったりとか作りがっていうところも実はあったりとかしてこういう観点でねまたアドバイスすることができるっていうこともあるわけですねうん、うん、あるいは構成し直すとかそ,そ,それも結構あります。だからそれがっつり数学を作るとかではないんですけどやっぱりその考え方とかうん、うん、ストーリーテリングとかっていうのを。 数学的な思考っていうのは。 非常に役立ってるんじゃないかなと思います。うん、なるほど。まあ、今ね、いろいろなされてるっていう話の流れですけれども。今、高校、私立の高校、大学でも数学を教えてるんですよね。実際、数学の先生もされていらっしゃるんですよね。だから。ね、すごい、もう。精査高校っていうところ。はい、数学の先生やってて。数学、ちゃんと授業を教えてますよ。いや、すごい。いや、これは贅沢ですね。あの、メインテーマ、まず始まる前にですね。 もう話がね<あ>どんどん、はい、広がりますのです、ね、一旦ちょっとこれブレイクしていただきましてではこのあといよいよトーク開始でございますよ。はい、それではちょっとこちらをお聞きくださいどうぞ。あー、ねー さあ、えー、今回の、えー、平里子のハッピー里でナイトでございますが。はい、えー、里子さんがですね、本当にね、まだちょっとまた若干アダプタしてますか。あ,あの、<laughs> 私もそうですけど。はい それ以上にケイシーさんの師匠なんですよねキャン・ヒョンさんはいつもね、あの師匠師匠っておっしゃってでキャンさんおよお呼びしたいんですけどってこの番組出ていただけるんだったら本当に光栄ですよ出ていただけますかねって言っていやもう僕がむしろあの師匠なので緊張しますとかいつもめちゃくちゃ僕がいらっしゃるんですけどそもそもまあきっかけケイシーさんとキャンさんの あの,あの出会いはきっかけって何でなんですかもともとはあの、うん、ラジオのパーソナリティだったキャンさんに僕がリスナーだったということとですね。あとあのねキャンさんね昔あのマイ、うん、商店でマイヒ商店動画、はい、動画配信番組ヒープーさんと一緒に配信をやってたんですよ。まだ YouTube もまだそんなに。 れもやってないようなあじゃあ結構前でにユーストリームっていう配信があ,ありましたそこに観客をまあ何名か入れて公開式でやってたんですよ毎週配信で、うん、そこで初めてキャンヒルユキさんって方をその名前を知っていろいろそこでいろいろんかその、まあ、あの他の CM を、ねえー、作られている、えー、と福永さんとか、はいうん、あと同じ構成作家の8頭さんとかいらっしゃいましてまあその4人で。 で僕らはそのまあ本当まあその毎回毎回この面白いトークがあってそれがなんかもう楽しみで見に行ってでそれでですねなんかこうだから僕らにとってみればさっき あのね打ち合わせ前にね佐藤さん行ったんですけど「もう雲の上の存在のような人」みたいな私の中でもそうでしたあ私の中ではそうでした僕は当時んか世界がねほら関わるきっかけがなかったのでそうですね前からね存じ上げておりますけれどもはいだから今日はとってもね嬉しいんですねまあそんなねそれでもそのキゃんさんとお会いしてそしてまたその。 当時ねベンビーさんのねこの曲でねオリジンアワーで番組で一緒にパーソナリティーられてて当時その頃から僕あ他局で謎かけコーナーに以前ね佐藤さんにお話ししたんですけども謎かけコーナーに応募しててそれでハマって別の番組にも送ってみようと思ったのがキャンさんの番組でそれで毎回送ってるうちにキャンさんが「 あれ、九州さんの謎かけは、なんかセンスあるねって言ってくれたのが。嬉しい。ですお、ねうん、これは,これはと思ってから、<う><え>なんか天の言葉をいただいた,みたいな感じです、ね。<laughs> まあ、まずまず、ねうん、多分、多分、なんか、ね、うん、嬉しいですよね。うん、そういった励みになるというか。うん。うんうん、いや、もう、あ、一応、まあ、翌週は、もう、そんな、もう、ね、あの、あんだ口使ってくれて、うん、ありがとうございます。言ったけど、いや、そんなことないですよって。返されたので。 これ本気でで考えようと思ってからありがたいですねでみんな謎かけってあの頃なんかダジャレみたいなのが多かったんですよ、うん、あの基本的に。で根津さんまだ出てきてないかな出てきていいあもう根津さんも出てきて,出て,きてるんですね。うん、で根津さんの、まあ、謎かけっていうののやっぱすごさとか面白さって僕、まあ、知ってはい、いたんですけどでケイシーさんが謎かけを送るようになって初めは。 謎かけ来たら僕もちょっと考えて僕も整いましたっつって僕も勝負してたんですけど四回目五回目ぐらいからあっこの人上手いなと思い始めてうんだから僕もお笑いの人間まあ謎かけ専門ではないけどまああの感どころは知ってるつもりなんですねで感どころ知ってるんだけどもね刑事さんのやっぱり感どころっていうのは多分勉強はしてないはずだけどいるじゃないですかセンスがセンスがある人あこの人センスいいなと思って多分僕はその時にあセンスいいねって 言って、うん、そうさっき刑事さんが言うみたいに、うん、そこで刑事、うん、さんはおって多分自分の中で何か見つけたんだと思うしうん、うん、でそれを多分僕続けるのがやっぱ芸だなと思うし、うん、その時に「ありがとうございます」ってそのまま終わってたりそのまま終わってるけどそういうのもありましたね。ある意味もう 僕の背中を押してくれた憧れのね世界がというかそれがこうやって大きなね評価していただいた言葉をいただいてもう励まされて勇気が出てそれでも実際入っていくっていうねでこうやって今ラジオもねこれまでリスナーさんだったのに今はもうねいくつも持ってるという。 まずおなかけから発展して、ね、ま,ずこのまずこの武器をこう大きくじゃあ,あ,の、まあ磨いてもうさらにんだろう最強の武器にしてやろうと思ってそれがもう10年です。い <laughs> え佐藤さんってオフ ね、ケイシーさんは何につながりなんですか<あ>これ。あの、の私もラジオなんですね。ケイシーさんがやってるもう一つのエブナの番組、マ、はいえー、ラカ研,研,研究所にゲストで、はいうん、あの何回か出させていただいて。あの,あのですね、ナカグ村議会の日傘、えー、の。 うん、あ僕の幼馴染なんですよそしたらあの那覇の,あの議員さん呼ぶんだったら「と、うん、子さん呼んだらいいよ」って、えー、それでゲストさん探してる時にと、うん、子さんに誘ってみて「今度収録あるんです,あるんであるんですけどどうですか?」って言うから。 うん、そしたらあの「いいですよ」って言う方もう普通にでそこからですねで、まあ、そこからちょいちょいゲストに出ていただいたりとかして、うん、去年の10月に貴子さんから「あのこうなんか番組やりませんか?」って声かけていただいて、うんうん、私は前からあの。 もうあの声かけてはいただいたんですけど自分だけでこうやってラジオを持つというイメージが湧かなくて、うんまあ、ケイシーさんがじゃサポートして一緒に出ていただけるんだったらやってみようかなって思って。えー じゃあぜひっていうことで始めて制作所ということで完全サポートしていただいてあくまでも一応まあ自分は助手って感じですねいやいやいや脚本も含めてそういう出会いもあった構成も作っていただいてこっちの出んだろうとね前から思ってたからなるほどそうですよね全く今まで縁がなかった世界なので僕も逆にラジオを通していろんなこう本当にもう多方面にまさか 多分本当にもう謎かけに出会ってなければ、出会えなかったですね。そうですね。ええー、と,と、はい、えっ、ー、と、今、はい、ちょっとですね。はい。と、ちょっと今、これがですね。大丈夫でしょうか。あはい、あ、すみません、ねあ。はい。今ですね。うん、えまあ、本当収録中、本当にいろんなことが起きるわけでございました、ね。そうですね。はい、こんなのも初めてですね。はい。うん、とですね。ちょっと一旦ですね。あの、今、あのー。うん、えっと。 急なんですけども、ちょっと曲いきましょうかね。あの、え、キャンさんのね、ハピウーターですね。はい。預かっております。はい。あの、キャンさんのハピウーターは、何でしょうか。<laughs> えっと、桐山商店の赤魚。はい。赤魚。赤魚でございますね。ねこれはまた、あの、どういう、あの、選曲のきっかけは。 まあハッピーになるハッピー歌ってことだったので何しようと思った時にちょうどあのさっきまで桐ム商店の両者といろいろわちゃわちゃはいいろいろやってたのでそうそうだったらもうアム商店紹介しながらできたらなと思ったのでかりままししたははいいいお願すそれではお聴きください桐山商店で赤沙澤ですどうぞ。 Ah. <sighs> さあえー、っとですね、えー、ちょっと急遽、ね、えょ、ー、ね曲のコーナーに映さ、えー、せていただきましたけども、はいまあ、先ほどのですね、まあ本当この謎かけに出会ってなければ本当にも本当幅広い人たちにですね、えー、あの、えー、僕も出会ってなかったのであのでまあ本日ですね まあテーマがですね「笑いに救われた男が笑いで沖縄ス救うキャン・ヒルイキさん」ということでございましてで、はい、あの、えー、今回ですねのき先ほどの放送作家の方をまたいろんなねこのね展開をされてるって,、うん、ってことでさっきね、まあ、里子さんからもお話いただいたんですけどもこのほど新しいこのビジネスといったらあれでしょうかこのね授業を始めたってことではい、うん、はい。 こちらのちょっと紹介をちょっとお願いしたいんですけども、そうそうですね。はい、このロールボックスっていう、はい、えーとサービスを今、えー、今年か今年の3月。 かな3月から、えーとまあ、ローンチーということで、えー、と発表して、まあ、使ってもらっているんですけどこのロールボックスって何かっていうと芸人とかエンタメのなんか面白い商品とかを、まあ、芸人さんとかエンタメの方に並べてもらってそれを購入者が購入できるようなものをちょっと作りたいなと思ってっていうのがあってでそれを今、えー、開発してでケーシーさんにも謎かけを,をやりますよみたいなのも並べてもらってで、まあ、まだまだあの、まあ、認知度がそんなにないか 少しずつ広げていって1年ぐらいしたら全国的にも広げていってできたらなというような感じではありますね。面白い発想ですよねそもそもこのロールボックスを誕生させたきっかけがやっぱりこのコロナ禍で芸能人の皆様お笑いの芸人の皆さん方も含めてお仕事をする。 場がかなり制限されて苦しい状況の中でどう支えていけるのかっていうところでまあそうですねまあコロナの前からちょっと吉本のいわゆる闇営業問題みたいなのあったじゃないですかで僕吉本さんともいろいろ仕事してるんですけどその時にやはりこれでいわゆる事務所が悪いとか芸人が悪いとかではなくてなんだろうこの いわゆるこの仕事をもっともっとこう楽しく簡潔に一般の人も芸人さんにオファーができるようにでそれにで闇営業っていう言い方が僕ちょっと違ってると思ってて闇営業に光を当てることで本当に正しい営業になるんじゃないかと思ったんですね。ななのでそれをを闇に光を当てるるようないわゆるこの 気楽に一般の人が芸人さんに仕事をオファーしたりとか面白い商品を買えるようなものを作ることで解決するんじゃないかっていうのといわゆる闇営業を何でやってしまったのかっていうとやはりこの自分たちで芸でご飯を食べれなかったりするのでいわゆるこの仕事を受けるチャンネルっていうんですかねこのいわゆる販路が少ないと思うんですね。事事務所さんかか。らら仕事を振られるとか うん、とかあと営業を振られるぐらいしかなくてそうじゃなくてもっといわゆるオンラインのネット上で仕事いわゆる仕事を受けたりとか。 自分の面白さを売ったりとかっていうようなものをいっぱい置いてそこから、えー、自分の芸をいろんな人が買ってくれたりとか興味を持ってオファーしてくれるような、えー、窓口をいっぱい作ってあげたいなと思ったんですね。まあまさに僕があのいろんな仕事をやってるのと同じですよね。僕多分放送作家一個だけだと沖縄でご飯食べれないかもしれない。うんうん、ただし演出ができたりとか脚本ができたりー CM のプランニングもできたり、あとは学校のし、えー、と講義持ってるっていうのも学校側にいわゆるエンタメとつ 内でなんか新しい仕事ができたりとかもありますし、うんうん、っていうのも含めていろんなところに、えー、そういうチャンスがあって、一一個しかこのお仕事もらう窓口がなかったら、やっぱりこう、うん、波によって左右されてしまうんですよね。うん、そうですね、うん。なのでそれをちょっと解決したいなと思って作ったのがまあこのサービスではありますね。ああありがたいですよね。うん、やっぱり待望性を持つっていうの大事ですよね。そうですね。うん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 はい。 うん、ロールボックス、これネットで検索したら、うんはい、このいろいろ見られるわけですね。ね見れますね。えー、はい。今のところえまだまだちっちゃくスタートしてあの少しずつこのユーザー増やしていくつもりなので、まあ今は登録しているのは三十人ぐらいですかね。うん、三十人ぐらいの芸人で商品七十個ぐらい。早速登録させていただきます。ういうっていうのとあの。うん テレビでの、はい、この特集でもうん、うん、キャンサーの取り組みね拝見させていただきましたけれども、はいうん、またあの、うん、見ている、うん、あこのネット上でですね、うん、あの笑いの数値化をしてでそれがあの受けてるのかどうかも含めて、はいえー、っていうのを開発したっていう。あ そ,うなんですそれがまた非常に他、うん、業界からもそれがあの注目されてるっていう,、うんそうね、ことなんですけどいわゆるこのクロステックイノベーションっていって、まあ、この次世代のいわゆる未来をこうなんですかねこう進歩的に変えるようなイノベ,イノベ,イノベーティブな、うんえー、いわゆるシステムとかサービスを開発してる、えー、企業さんがプレゼンするようなものが大会がありましてそこで沖縄で,、ええ沖縄で 僕最優秀賞を取ってこのサービスでその表情を読み取ってちょっとラジオではなかなか伝わらないんですけど、うん、いわゆる芸人さんがこれもコロナ禍っていうのがあったんですけど芸人さんがいわゆる劇場とかでライブができないと、うん、じゃあどうしようって言ってまあ,あのオンラインでいわゆる自分のネタとかやるんですね。はい でオンラインでネタやるんだけどもいつものパフォーマンスが発揮できないでなぜかっていうと劇場でお客さんがいるからそうなんですよねリアルの反応を受けながらそうそうそうあのね自分の自分も乗ったり気持ちが面白くまた出てくるとかありますよねオンラインでなかなかねそうですねでそれを熱がそれを解決するためにどうしようと思った時にあ見てる人の顔が笑ったり 笑わなかったりだ例えば80%笑うとか60%笑うとか100%笑,う笑ったとかっていうのを表情を読み取ってその数字に合わせて笑い声を作ってそれを放送に放送というか配信に入れるなるほどっていうのをできたらいいんじゃないかって言ってそれをちょっと今開発してそれをちょっと発表したらすごく面白いっていうことで進、は、歩、い、的だっていうことでいろいろ注目してもらってっていうのはありますね。うーん なのでそのでそ今2つだからまあ,あのりょ、えー、と両軸というか、うんうん、このいわゆるロールボックスっていう芸人エンタメの面白いのが買えるっていうのとあとは配信、はい、でこちらをどっちも育てていって、うん、芸人さんにどっち2つ使ってもらって、うんうん、それで自分の芸とかを売れるようにで自分たちの芸がもうよりこうなんですか、ね、成長するというか、うんうん、できるようにしたいなっていうのが今の仕事のはい。 あのやってることですねいやー、うん、このネットの世界のオンラインでのね、はい、お笑いの新しい世界を今開拓している最中っていう感じですよね,そうすねまさに先駆者ですね、うん、だから、うんうん、いわゆる芸能って、あのーうん、あれだったんですよ今までこのいわゆるこの銀座のこう超一流お寿司屋さんと同じで。うんうん 時時時時価価価価値段を変えてなかったんですよだからみんな買いにくい<ー>超一流の人は別にそれでいいんですけどそのルールが中堅の芸人エンタメ、うん、若手の芸人エンタメにもあの適用されてて例えば若手の子がなんか頑張ってるから「うん、ああ君ら頑張ってるから今度うちの会社のなんか慰労会にに、ね、来て盛り上げてよい,やいいんですか?」ってで「いいよいいよ」で「君らちなみにいくらなの?あ」すすいいませんちょっっと事務所に相談しててもらっていいですかってなっちゃって。 あじゃあま,あまた今度ねってなることがあんまりにも多いんですど。値札がついてないので売れなかったでも僕の,そのロールボックスとかっていうのはいわゆる値札をつけることによって、うん、あ彼らにオーダーしたらこれぐらいかかるんだってうん、うん、いわゆる回転寿司みたいな形でいくらですよいわゆる超高級寿司屋みたいに。 値札が貼ってないのではなくて迷路会計でいくらですよ、うん、でちゃんと美味しいですよ超一流寿司屋まで行かないかもしれないけども、うん、しっかりと味わって美味しいものが食べれますよっていうような ことでやってるっていうところもあるので、値札を貼る、値札を貼るっていうのをちょっとこう広げていきたいなと思いますね。なるほどですね。それも芸人さんもあの支えられますね。そうですね。本当にね。やっぱりあの若手の方たちはやっぱりその事務所がねあのま管理しているということもあって非常に安い。 状況でアルバイトしないと本当に生活できないっていうのよく聞きますよねテレビでねまあまああとはですねあのまあ僕らみたいなフリーランスのものもですね本当に非常にあこういうよう本当にフリーの場合はもうどう動いていいか分からない状態なので。そうですねね商品として 対応していただきやすいというかう、ねうん、関わりやすい、はいうん、双方にとっていいってことですよね、うん、産業祭りみたいな感じですね産業祭りでみんなが商品を置いて <laughs>、えー、買いに来てって言って買ってもらえるだからね、うん、フリーランスの,、うん、あの方々にも使ってもらいたいし、うん、でもちろん事務所の方にもまあいい今まで通りではなくて他のいわゆる販路のところから買いたいという人もいますよっていうところをちゃんとこう課題解決として提案ができたらなと思ってますけど、うんうん これだけね本当にいろいろ芸人の皆さん方を支えてお笑いをね作って支えていらっしゃるキャンさんですけれども今日もまさにテーマが「笑いに救われた男が笑いで沖縄を救う」ということで今笑いで沖縄を救うっていう動きをどんどん活発に動いていらっしゃるわけですけれどもそもそも笑いに救われたっていうところをね リご承知の方もいるご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど私もとてもあのこの話を伺って衝撃でした、うん、あこんなにあのうんご経験をされた方だからこそ、うん、あ本当にあの沖縄のね、うんあの 芸人さんたちだけじゃなくそこからまた沖縄の人々あるいはねそれ見ている方たちの笑い幸せハッピーを作っていきたいっていうね思いが本当にある本物の方なんだなってすごく思ったんですよね。やっっぱり救われたていうところの そうですね,ねだからね多分ね佐子さんもちょっとねすごくねあのお優しい方だからねちょっとね、うん、あれだと思うんだけどあのそのきっかけっていうのはきっかけというか僕なんかの、ね、人生でやっぱりあのいろんなことが起きた中で一番大きいこととして、うん、妹と婚約者がこの交通事故で亡くなったっていうのがあるんですね。その日が あの父親のちょうど還暦のお祝いの日でであの大きくお祝いしてもしょうがないからまだまだ60歳だから、えー、ねえあの後々もっと大きいお祝いにする時はお勢いでしようよってことでじゃあちっちゃいちっちゃくやろうかっていうことで,で僕と,、えー、と,と,と父と母とうちの妹とうちの婚姻妹の婚約者と約者で僕は仕事だったので後で参加したんですけどその5人で,で婚約者と妹はもうずっとお付き合いして あの一緒に同棲してて、うん、で婚約者はいつもあの結構こう真面目なというか、うん、あの気遣いねこ子なんであのうちの実家に。 来ても上まであ,があまり上がらないでもその日はちょっとお祝いだからって言って結構長居もしてで「ちょっとビールも飲みますか?」って言ってビール飲んで、うん、うちの父親は全く飲めないんですけどービール飲んででわ,ーわー、まあ、あのー、初めてそんないっぱい喋ったね」じゃないけど楽しく過ごしてその後僕が行ってでえー、で僕は。 いつもはこの2人妹と婚約者とご飯行く時は僕もお酒飲んで、うん、妹,あの妹か彼氏どっちかはお酒飲まなくて、うん、いつも僕が車で送ってもらってたんですけど,どその日はたまたま夜台本書きしなきゃいけなかったので僕はお酒飲まずに 2>、うんうん、で2人が帰るっていう時もそのまま見送ったんですね。で、うんね、見送ったのが僕最後2人見送ったのが僕なんですけど、うん、でその <laughs> 後に。 えと高速道路走ってる時に居眠り運転の車に追突されてそれで高架橋から落ちて亡くなったっていうのがあるんですけどでその時にえとやっぱりこう家族もみんな苦しい思いしてるわけなんですね。で妹がすごい明るい子だったので,で本当にうちら4人家族なんですけどもう妹が本当に元気いっぱいな子だったので,で。うちの家族は もう沖縄で一番明るい家族だねってて言われてでも僕もお笑いやってるしう、うん、妹はそんなタイプでっていうのがあったけどうもうその日以来もう一番明るい家,の家族が一番悲しい家族になったねって言われるぐらいやっぱ辛いかったんです、ね、んで辛い中何が救ったか僕を救ったかっていうとやっぱり辛い中もうみんな皆さんが気を利かせてやっぱり。 この僕の前では兄弟の話し,しなかったりとかで僕テレビ局出入りしてるんですけどやっぱり報道の方からいろんな話を聞いて他の方々もすごく気を使って、あのー、話す内容も気を遣ったりとかしてでそれが僕はすごくつら、あのー、かったんですね皆さんに気を遣ってもらってるというのがあってでそれの時にで僕多分そのまま悲しい思い引きずったまんまお笑いもやりながらあの悲しい思いはどっかに引きずりながら。 あのー、生きていくんだろうなと思ってる時に芸人さんのと一緒に仕事をしたのかライブを見たのかわかんないですけどで芸人さんがお客さんを笑わせようとしてるのを見て思わずちょっと笑ってしまったんですね笑った瞬間にあなんかあ俺笑,笑えてるなと思ってなんかもう一回なんか、うん、あ笑えるじゃんじゃないけどなんかすごく救われたっていうのがあって。で 僕はそれまではやはりあのダウンタウンさんとか好きだったので,で僕吉本の養成所にも行ってあので同期はピースとか平成の武将・武将とかすごい売れてるやつがいっぱいいる、ね。いっぱいいる中やっぱりいわゆる中央で活躍していろんな人に知ってもらって笑いを届けてるのがやっぱりお笑いはすごいんだと思ってたけども僕を救ったのがローカルの地方のいわゆるライブで本当に2030人しか集まってないようなちっちゃいライブ。 で舞台に立ってるローカルの芸人だったっていうのがあってその時にあお笑いっって帰省がなないいんんだなと思ったんですよ、はい、いわゆるダウンタウンさんとかさんまさんが笑わせた笑いと、うん、いわゆる例えばまああのローカルの芸人さん全く知られてないような芸人さんがあの作り出した笑いと。 どっっちが偉いっていいてうのはないと笑いって全部同じだ平等だっていうのを感じて僕はずっと東京のとか中央の笑いっていうのが素晴らしいと思って向こうに修行行ったりとかしたけども、はいうん、僕を救ったのは実は身内の近くにある笑いだったし、うんうん、で僕今でも覚えてるんですけどいわゆるこの事故が起きてあのでえっ、ー、とまあこの妹とか この婚約ととか見送らなないといけなくてお仕事ずっと休んでたけど、うん、復帰した初めての仕事がこの FM 那覇の便秘の<え>便秘とかラジオででふわーっと知らん顔してラジオをやってて。うん、で、うん 当時は、えー、と配信もあったかな、えー、と YouTube 回、えー、ツイキャスかなツイキャスで配信があったんですけど、うん、みんなやっぱりコメントを書くんだけども僕のそのこと知らないような感じでみんないつも通りやっててで僕が最後の放送の最後で「ちょっとだけ時間もらっていい?」って言って「実はこういうつ辛いことがあったんだけども」と皆さんにとっても支えられてる、うん、うん頑張ろうねっていうのを話をしたのを。 とってても覚えてるだから僕の中では FM の派も僕を救ってくれてるしだから意外となんだろうこのことがあって本当にみんなに支えられてるというかそれまではやっぱりもうずっと自分の力だけでずっと進んで 頑張ってきたから、うん、やっぱりすごくゴリゴリ頑張ってきたっていうのはあるし、うん、放送作家なんて沖縄にいなかったからその立場を作るぞって言ってずっと頑張ってきてるし、はい、芸人とかももっと面白くなるよってすごく厳しく当たってたんだけどもうん、うん、救ったのは本当に何だろうそうやって僕がこうやってきたことが間違いではなかったかもしれないけども、うん、すごくリスナーさんとか、うん、いわゆる周りのスタッフとか。 もちろんケンシーさんとかも含めたような芸人さんとかに僕は救われたしもしかしたら僕じゃない他の人も、うん、すごい中央の有名な人とかじゃなくて本当に身近な芸人とか他の人が笑わせて救うことができるんだろうなっていうのをとっても感じたかなと思う。うん だから僕多分妹の件がなかったら、うん、ただの居場屋放送作家だったかもしれないし、うん、うんっていうのがあるかなっていうのはありますね。それはあね。のそれはそれで、ね、あのすごくゴリゴリやって、ね、また一時代作るとかあったかもしれないけども、うん、そうじゃなかったっていうのの気づ,気づけたのはとっても良かったなそれは芸人とかに囲まれてたし、うん、だから、うん、僕はあんまりそういうのでねあまりやったら感謝ばっかり してしてたらねあの面白いこともなかなかできなくなるからあんまりそういうの言わないけども本当はとってもみんなには感謝してはいますねうん芸人と軽口叩けることが救いになるしとは思いますけどねそうそうそううんなのでうん。 ね、刑ーさん頑張ろうね。<laughs> もう刑ーさんもね、涙、あの流しながら、今、けれども。ね。えー、<laughs> 言葉をね、本当に失う、うあの、なんて、今ね、あの。うんうん、もうねお、お言葉かけたらいいっていうか、あの、つむ、紡いだらいいんだろうっていう、私も、うん。思っていますけれども。あの、ただ、打ち合わせの段階から、この放送始まってから。この一言一言の、その。うん、キャンさんの言葉に。 とてもあの私も別な宗教やってるわけでは信じてるわけではないんですけど、うん、本当にこの方の,あの深いあの光、うん、先ほども光であったりとかだからあのねもうあのなんていうんですかねそのご経験がね本当につらい苦しい。 思いがねああ、うん、それってなくならないじゃないですか、うん、でもそれをやっぱりその大切なあのグリーフとして持ちながら、うん、でどうそれはまだみんなを導いていくのか、うんうん、それがその大切な言葉,言葉にねあの入ってい いいらっしゃるっていうのはなかなかこういう方いらっしゃらないというか私はあまりお会いしたことがないんですねだからあそういう方を持っている方なんだなって、うん、だからあの妹さんのご経験が、うん、あのキャンさんをそういうふうにあの変えていった結果的にその多くの方たちをあ、うん、先ほどもあ,のあれですけど繰り返しますけれども。 芸人さんたちも支えられておりますけれどもそこからまたその芸人さんが生み出す笑いを通してそれを見る方たちを支えているわけですよねまさにキャンさんが支えられたように、はい、救われたように、うん、多くの,その苦しんでいる方たちもあねお笑いを何かのきっかけでテレビでも見たりしてあ自分まだ笑えるんだって、うんうん、思ってまたも,もうちょっと頑張ってみようかなって。うん さっ,さっきで打ち合わせの時にあのダウンタウンさんの話出てたと思うんですけど「ごっつい感じの、ね」のエンディングって「の日曜日よりの死者」っていう曲があれもさんんの経験なですよそんあの人もやっぱ苦しいことがあってあ、はいはい、自分命たどの命を絶とうかなって思ってたらしいんですよ。はいうん でそのハイローズの河本さんがもう苦しくて自分でも命を絶とうと決めた時にたまたまその日日曜日に。 このごっつい感じのコントを見てそれで笑ってしまったとワッハッハッと爆笑して笑い終わった後にすごくなんで俺死のうと思ったんだろうと思ったらしくてだからそれで実はあれ日曜日よりの死者ってあの歌詞聞いたら分かると思うんですけどあれあの日曜日よりの死者っていいことの死者ではなくてうんこのままどこか遠くに連れてってくれないかっていうのはあの世に連れてってくれないかっていうところもあってっていうのを僕聞いて。 だから僕吉本のライブ日曜日でやるときは必ずエンディング曲はあの曲かけてって言います日日曜日やるの者かけてって言ってっっ言ますね<ー>、うん、それはやっぱりそういう思いがあって、うん、笑いがみんな救ってるんだよって少しね笑いが人を救うことってとってもあるんだよっていうのを芸人さんとか、うん、吉本の芸人とかでもちょっと気づ,い気づ,気づくというか感じてほしいなと思って吉本でライブする時日曜日にやるライブする時はこの,この曲エンディングに。うん かんか縛りがなければね配信とかがあったらちょっとあれですけどではですねあの今回ですねすばましんですねそのままですね私ケイシーのハピ歌でございまして今のそのごっつえ感じつながりでえとその「ハイローズ」じゃないんですけど「スカンチの恋のマジックポーション」でございます。の曲が始まると あ、ごっつい感じ始まるぞ、みたいな、こうね、このテレビの前でワクワクしたあの時ですね。うん、は,いはい。もうおそらく世代じゃないでしょうか、キンさんもね。同じ私も見てましたよ。えー、じゃ、それを思い出しながら、ね、ちょっとね、うん、聞,き聞きたい、聞きたいと思います。うん、はい、えー、それではですね、えー、参りましょう、えー。スカンチで恋のマジックポーション、どうぞ。 AHHHHH hey. 今夜は放送作家のキャンヒロユキさんをお招きしております。はい、あのもうキャンさんにいろいろね、いろいろね,ね、えー、伺いたいんですけどもえー、っとですね、まあ、えー、っと沖縄にね、えー、キャンさんがいらっしゃることがまたこんなにあの辛いご経験も含めたキャンさんがあのまあ。 明日沖縄の復帰50年ですけど沖縄の未来をね開いていくっていうのは本当にキーパーソンのお一人だなって今日とても思いましたね。そのね猿大戦のあのにほらねオナハブーテンさんがあのあったじゃないですかそのねみんなね泣いていたら浮かばれないですよってことで歌ってそしてみんなでもうね明るくいきましょうよってことでそれで「 そ,のまあそれからその先人たちはその今の沖縄を作り上げたわけでそれでまあ50まあ復帰からそれでまあ50年につながるんじゃないかなとだから今の沖縄のこのんでしょうねこの明るいこのねまあ県民性でそれとやっぱこれってやっぱりそれにつながるんじゃないかなと本当ですね。えー、私もやっぱりあのまあ、うん この議員という仕事をさせていただいて、はい、どうやって一人一人を、うん、あのまずは幸せに、うん、あの支えることができるのか、うん、でやっぱりその行政がやらないといけないところはやっぱり,あのやっぱり一番最も厳しいところのご家庭子どもたち、うん、あるいは教育だってさまざ、あ、まにあの広がりますけども、うん、どうやってその幸せを支えられるのかっていうところのお具体的な授業を、ね、どう生み出すかっていうところでいつまた、うん、の。 なんか考えてますけれども、またそそこと同時にキャンさんの取り組んでいらっしゃるこの笑いがね、うん本当に人の心をあの本当にあの豊かにするっていうか明るくしてくれる、うんそこが一番でも大事なんですよね。うんそうですね。だからでもちろんご飯食べれないと食べないと生きていけないしっていうところも必要なものいっぱいあるんですけど、うん。 その中でやっぱりねあの楽しんだりする笑顔になったりするっていうことも同じぐらい、うん、大切だったりするのかなと思いますけどね。ね、うん、そういった意味でもこれからの沖縄の50年をやっぱり私は、うん、あ今まで発想になかったですけど、はいうん、お笑いって一つの鍵だなってテーマだなって思いました、ねうん、そのやっぱりキーパーソンとしてのキャンサーなんだなって出会わせていただいたことにとても感謝してますね。で

はい、ありがとうございます。えー、とですね、えー、前回ですね。うん、えまあ、えー、この穴埋めクイズでですね。やらせていただきました。この復帰50周年、まつわるこの出来事などですね、えー、これちょっと今回第2弾でございまして、今回穴埋めクイズではございません。うん、例えばですね。例題次のうち、1981年の出来事ではないのは a。沖縄活水 b。具志堅陽光引退、うん、c。ヤンバルクイーン発見。うん、D 映画「姫よりの塔」風切りということでございますけどもまあこれねまあ僕らで、まあ、そのまあまあ小学校入ったか入ってない頃の頃ですからあんまり覚えてないと思うんですけどいや難しいこれはね、うん、正解でのね映画「姫よりの塔」なんですね風切りが翌1982年の出来事でそういうみんな。 ここの年に起きたとななんんでですすねねそう結構一日単位で見たらこれも同じなんだなみたいなあったりとかするんですね。というような感じでございましてちょっとね皆さんにちょっと吉志堅子さんかと思った吉志堅子さんもその年の11月に引退発表してるんですね3月に入していましてはいそうなんですよじゃあですねちょっとじゃいきますねじゃあ問題です。次のうち 1987年の出来事ではないのはどれ ?A 解放国体 B 沖縄コンベンションセンター完成、うん、C 泊まり大橋開通 D 三鋭町などショッピングセンターオープン C 何でしたっけえっと泊まり大橋開通ああそうかいや難しすぎるんですけどえっとあれですよね確か佐藤子さんあのコンベンションができたのはおそらく。 あれですよね。えっ、ー、と復帰事業の10年後と10年10え復帰の時にかいえっ、ー、と海洋博で10年後に、うん えと、これがんかでんかでで十10年ごとでそれで今年多分ナハートだったと思うんですけどナハートは違うのか100周年あれはナハートで1 0周年かそのまで10年前は空手のコンベンションあなるほどそうなんですだからだからコンベンションは多分違うかなだから復旧72年なんで恐らくコンベンションは82年か92年だと思いますねじゃあまいりましょうおくすごい 正解はい、正解は。はい シーンの止まり大橋開通でございます。泊まり大橋はちなみにこちら1986年でございました。86年なんだ。4月なんです。で、今度そうなんです。から開放国体もこの年の10月、コンベンションセンターこの年の9月、サンエーマッチショッピングセンターこの年の4月でございまショッピングセンター。はい。結構マッショッピングセンターできた時もね、いろんなテレビのね、なんかロケとかに使われたりとかね、あ、そうなんいろいろありましたね。はい。さっきの僕が なんか自信ままで言ったやつ編集で落としてもらえないんですかね。ええ、じゃ、押田さん、じゃ、お願いいたします。<laughs> 恥ずかしい、恥ずかしいやつ。<laughs> ではですね。じゃあ、あの、じゃあ、あの、ええー、じゃ、そのまま最終問題いきますね。はい、うん。短いのでさっといきますね。はい。次のうち。1999年の出来事で。はないのはどれ。うん。え沖縄。小学校選抜甲子園優勝。はい。B。うん。那覇空港国内線ターミナル完成。うん。C.。 デパート山形や閉店。D アメリカンビレッジの観覧車開業。あーあとね。さあどれだろう。じゃないやつだよね。あの頃ねなんかそうねそうみんな変わったですよね。いよねはい。あ<ー>ヒントね一つはね,ね2000年でございますね。あ一年しか変わらないの？はい。そらは難,し難しいよな。1999年僕東京に行った年だ。 吉本に行った俺もっと前に観覧車できてるのかなと思ったら、うん、そうじゃないんだ山形屋あいい、ね、ちょっとこそ山形屋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 僕山形屋調べたことあるんですけど1999年だった気がしますあっ<え>ということはええただ僕あの自身ままで行くせがあるんではい <laughs> え映画なんだっけ 小沖縄小学校選抜高校も1999年だ。はい。B B はなんです。ダック国国内センターになるが完成した。僕は B です。僕ただ自信満々で言う癖があるだけです。はい。あ、B かもしれない。えどうですね。大白さん編集お願いします。あ、答えはアメリカンビリッジの観覧車開業でございました。なんだよ。なんだよ。もういやもうね。キャンさん自信満々で言う癖があるってことで。全部全部。 もう嘘だよね。まあ他にもですね、いろんなね問題もあったんですけど、これまたねお湯でやっていきますね、えー。これ面白いこの企画、えー。一年差ちょっと短いから、そうですね。もうちょっと話してもらった方がかか意外とね、そうあのこの年あれ一緒だったかなみたいなこのね、この年とこの年え一緒だったのとかね。なんかこのね意外,この意外とこの図書館とかのねあの新聞のこのなんか年表とか調べてみると面白かったですね。勉強になります。これ面白いですよね。いい、うん、ということでございまして、うん。 いやいや本日も掛け合わせでですねこちらお話しさせていただきましたけどもなんと聡子さんですよ私もう一個聞きたいことがあるんですよねキャンさんにせっかく言わいただいたので最後の締めに行く前にケイシーさんキャンさんに相談したいことがあるんです私はいでもちろんですい やっぱりこの番組「ハッピーサートデーナイト」ということで土曜日の夜7時聞いていらっしゃる方に、うん、あの幸せを届けたいなって幸せになっていただけるような、うん、あの週末過ごしていただきたいなっていう、うん、あの思いをんていう魔法の言葉じゃないですけどねなんかそういうあの 最後に締める言葉としてどういうフレーズがいいんだろうってずっと悩みながらまあ今日まで来たんですけれども32回目なななななんんかかアドバイスいいただけないでしょううみんながハッピーになれるような僕あの中島ラモンさんという小説家でエッセイストもう亡くなったんですけどその人好きでその方がエッセイで言ってたのがどんだけ苦しいことがあってもあの今日の天使っていうのが誰にでも舞い降りてるとみんな気づかないけどもと。 でラモさん自体も本当に苦しくてもう台本も書けないもう気持ちもちょっと落ちちゃって鬱になってるとかでアルコール依存症であのすごく苦しんでたりする時に子供が通りかかってなんかお「お芋お芋ふかふかお芋」みたいなのを歌ってるのを見つけて「あ今日の天使」に出会えてまた明日まで生きていけるって気づいたっていう話をしてたので。そのの今日の天使ちちっちゃい 幸せを得るような一言を佐藤さんが言うでもいいんじゃないですか、うん、最後に、うん、ああ<ー>、うん、何でもいいと思いますあのーはい、今日朝化粧のり最高だった <laughs> 一言言って終わっても全然いいと思いますよ <laughs>、うん、なるほどねあなんか、うん、はい笑えました、うん、今日頑張ったからあのいつもよりカフェよりに砂糖多めに入れるとかって言って言うんでも全然いいと思いますよ、ね <laughs> なるほど、いいです。なんかほっこりしますね。一個ハッピー、ハッピーになれるようなものとか。うんうん、あ,あ,あ、自分がそう思ってたもの。あのあの逆に、あれです、ね、と逆にサバコハッピーになる瞬間を言ってしまいますね。<ー> <laughs> 一言、一言ポンって言えば、うんうん、なんか。 それで終わっちゃうなんかそこでまたさらに足さなくて一言終わってやって。勉強になりますっていうので,でも先ほどの話でね「うん、今日の天使」っていうのがとってもこの考え方って素敵ですねうんうん、うん、だからね「私の今日の天使は何々でしたよ」とかって言ってもいいですし<ー>一言ポンって別にそれで爆笑とかじゃなくてちょっと幸せに。 ハ、うん、ハッッピピーーなななななんんてて大きいいなかなか来でですよう皆さんの生活の中でもあ今日の天使さんはこういう場面だったなこの人だったなとかって毎日思えるとなんかいいですよね。そうですねだから、ね、小銭で6円出さないといけない時に財布に手入れたら手にぴったり6円だったとかでも嬉しいかもしれないし、はい、それぐらいでいいと思いますよ。ではですね、はいえー、そんな、えー、佐藤さんの,そのハッピーなですねその、えー タイミングをですね。えっ、ー、とお聞きする前に、うん、恒例のキャマさんハッピーになれる時でございますけど、これを。いただけますでしょうか。で、僕はハッピーになる時ですか。これに関しても、みんなで笑っている時と、はい、まあ、僕、子供が今いるんで。うん、子供と嫁と三人で、あははって笑って。うんうん、なんか、いる時が、まあ、一番ハッピーかなー。ああで,ね、で、それがみんなと共有できればと思うんで。うん、はい、皆さんと、ね、ぜひこれからも。 ハッピーに、まあテレビとかラジオとかも含めてイベントも含めて、はい、ハッピー共有できたらなと思います。はい、はい、はい、いただきましたまキャンさんのハッピーになる瞬間はみんなと笑ってる時でございました。うん。飛んた。はい。よかったよかった。いやそれではですね、うんえー、ここでですね、はいえー、制作視したのケイシーはお約束めんってことでございまして、あとこさんにでは締めていただきます。お願いします。はい。 今日の私の天使はキャンヒロユキさんでした。キャンさん、ありがとうございました。<laughs> ああ、嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> またよろしくお願いいたします。ぜひ読んでください。はい。ええー、それではリスナーの皆さん、えー、素敵な週末をお過ごしくださいませ。ハッピーになれる瞬間をどうぞ過ごしてください。私はジャーマンケーキを食べます。<laughs> <laughs>